鹿島建設は12月12日施工管理のデジタル化や施工ロボットとの共同により設計施工するさいたま市のオフィスビル建設現場を報道陣に公開。建築工事に関わるあらゆる生産プロセスの変革を推進する鹿島スマート生産のモデル現場で 30% の生産性向上を目標としている。登場したロボット技術の一部をご紹介。でこちらは自動搬送システムとはまた別の搬送になりますが、まあ、別の搬送モデルということで現場の方で活用しています。で元々は農業用のロボットで腐肉の多いところを走ることができるものになります。で現場内の段差とかスロープというものが多々ありますので、そちらの方に対応できるものとして作業員さんの搬送の手助けを行ってくれているロボットになります。今次ボルトが所定の長さに入りました。機械をリリースしまして、下に下がって次のボルトの所定を行います。追加の金物を取り付けと書いてあるロボットの拡大部分の映像となっています。実際今やっていますのが3ボルトにこのナットを挿入し終えたところです。継続続きまして金物の方の取り付けも随時行っていきます。で下側のナット、こちらレベルナット、高さを調整するボルトです。こちらの方のボルトの挿入を行っていきます。
もともとですね、そういう環境で、やるのがですね、タワークレーンはですね、安全に常時作業する上でもですね、重要度が高くて、国内のタワークレーンのオペレーターさんはほとんどこのコクピット側の、画面がある状態ですとか、こういった構成で日々作業しております。そのためですね、変わり者にするからといって、オペレーターさんに馴染みのない機能を無理やり付加するのではなくて、できるだけ従来の運転席に近い構成でこのコクピットを考えております。